釈迦族の王子ブッダは6年間の修行を経てついに悟りを開きました。私の村では大きな火事でたくさんの人が亡くなりました。こんな無慈悲なことにも意味はあるんですか？そうです、全てのことに意味があるのです。それならブッダ、あの選挙カーが手を振ってるのでよく見たら、え、このおじいさん誰なのって、ただのスタッフが手を振ってるの、あれにも意味があるんですか？意味があるのです。ありがとうございます。ブッダのおかげで罪を犯した私の人生にも意味があることが分かりました。しかしブッダ、あの LINE PAY でくじを引いたら、おめでとうございます、1円が当たりましたって言われた時のあのおめでとう、あれには意味がないでしょう。意味があるのです。ありがとうございます。するとブッダ、あの引き割り納豆を買った時に、引き割りって浮き彫りみたいな加工をでっかくしてやったんですが、あのでかさにも意味があるんですか？意味があるのです。ありがとうございます。ブッダ、あのウェブのチェーン店のレポート記事で、このステーキ松は記者が完全自腹で行きましたっていう、あの自腹アピールって、あれにも意味があるんですか？意味があります。ブッダ、あのそうするととんかつの松の屋の看板のあのみんなの多忙感にも意味があります。ブッダ、あと映画でですね、あの女優が脱いだ脱がないと騒がれる、いわゆる濡れ場というやつなんですけども、意味がありますよ。ブッダの旅はまだまだ続きます。ありがとうブッダ、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 ありがとう。